はい、皆さんお疲れです。ドラゴンです。今回は、前回お伝えした選択契約書の投資編見ていただけましたでしょうか。今回はね、野手編の方をお伝えしたいなと思います。まあ野手もね、今回ね、結構シリーズ2の選手めちゃくちゃいい選手揃っているので、今度そちらの方でねランキングを作ってみました。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。まあ一応ですね、選択契約書は毎年恒例の周年報酬です。一応ね、1250エナジーと非常に、高価ではあるんですけども、10連福袋を、5回引くことで、もらうことができます。なのでぜひともおすすめです。ですね、11月9日までに登場した2020のシリーズ1、そしてシリーズ2の選手を選んで獲得できるというのが今回の契約書でございます。これだけ見てもね、本当に豪華ですよ。でもね、アニバーサリーとセレクションなどオリジナルの選手は獲得できないっていうのは一つの注意点でございます。まあ本当ね、これでアニバーサリーもらえるんじゃねえ、セレクションもらえるんじゃねえとね、言いがちやと思いますけど、そこはもらえません。はい、というところでね、欲しい選手がいたらね、ぜひとも取りに行くことをお勧めします。なのでね、まあそれこそね、強い選手いっぱい今まで引いてね、狙って取れなかった選手ただいると思うんで、ぜひとも取ってください。まあね、僕のおすすめはシリーズ2の選手を獲得することをお勧めしたいなと思います。それではね、早速そのランキングに入っていきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。それでは見ていきましょう。レディゴー。はい、10位は堂林翔太選手ですね。まあ、すでにね、もうこのミパ同値というところがね、非常に優秀じゃないかなと思いますね。で、またね、堂林選手の素晴らしいところは、こう多彩な守備適性。レフト、ライト、ファースト、サード、どこでも D なんで、それこそ、称号じゃねえや。限界突破4。限界突破4で、すべてのポジション。このポジションを守ることができます。で、まだ超広角打法、ラインドライブもあるんですけど、あの満塁男、これが非常に優秀ですね。超広角打法もね、効果としても優秀ですし、コンボも組みやすいので本当に使いやすい選手だと思います。堂林選手マジ推してるんで、俺よろしくお願いします。はい、9位は、巨人の亀井義行選手です。亀井選手は、称号のラン&ガンでトリプル同値可能です。ミート、パワー、走力ともに75でトリプル同値は可能です。またね、亀井選手の素晴らしいところ、ライトの守備適性ですよ。守備適性 B、 しかも肩 A、 スローイング B というところで非常に高い能力。しかもね、ファーストもね守れるんですよ。そういった意味ではね、本当に、ユーティリティプレイヤーとして、素晴らしい選手。で、あとね、超広角打法も持ってるので、先ほどの堂林選手と共にですね、使える選手でもありますし、またチャンス、満塁男、どれもね、特殊能力が優秀なんで、もう亀井選手はね、当たりだと思います。これは。おすすめです。はい、8位はヤクルトの、村上宗隆選手です。先日パーフェクトスチールを決めたあの俊足高打のパワーヒッターです。まあ、パワーはねもちろんのことなんですけども、称号でね走力も B にできるんですよ。走力69、素晴らしいです。でミートも高いですし、超パワーヒッター、そして広角打法、チャンスという特殊能力もどれも優秀。またね、守備適性に関してもですね、サード C、ファースト C なんで、超3、限界突破3で、どちらのポジションも守れるんで、まあ、これは強い。うん、もう、総合力、高い選手になると思いますよ。
しかもこれからの将来性も有望ですし、どこまで能力が伸びるのか楽しみですね。はい、7位はヤクルトの山田哲人選手です。まあパワー走力同値というところはね、非常に、強いんですけど、まあ、やっぱオール A に持っていけるところでしょう。まあ、そこがね本当に強い選手だと思います。まあそれこそねトリプル A 同値に持っていけないっていうのは、まあなんだろうな、贅沢言い過ぎかもわからんですけど、まあでも強いですね、総合力は。まあ称号でミート A も可能です。まあセカンド適正 B ありますし、盗塁走塁積極ですので、まあその点優秀っていうのと、あとはですね、超パワーヒッター、盗塁占有眼、まあ特殊能力に関してもですね、火の打ちどころがないのかなと思います。まあセカンドで、トップクラスに、強い選手なのかなと思いますね。はい、山田選手が7位でいきます。はい、6位は楽天の浅村英人選手です。まあ高ステータスっていうのはもちろんなんですけども、浅村選手のいいところは超高額打法がついてるところ、まああとはですねファーストを守れるというところもね本当に優秀なのかなと思いますね。パワーヒッターチャンス、まあそれを見てみると山田哲人選手と僕は差別化して、浅村選手のこの特殊能力、あとは守備適性というところで浅村選手が上回るのかなというところで選ばせていただきました。まあこれ本当にね賛否あると思うんですよ。だけど僕的には浅村選手の方が使いやすいイメージがありますので、浅村選手を選ばせていただきました。超高額度めちゃくちゃ強いから、打ちやすいから、なので浅村選手おすすめです。5位は岡本和真選手です。まあこれはですね、守備適性の多さ、ここで評価しました。外野守れるというところがですね本当に使いやすい、あとはねやっぱパワーヒッターでもあるんですけども、まあこの守備適性ですよ、やっぱ、まあ、その点で言えばですね山田選手よりも浅村選手よりも、適性があると。まああとはね超パワーヒッター広角打法チャンス、この、特殊能力3つもですねもう使いやすいというところで岡本選手を、5位というところで評価させていただきました。あとはやっぱ伸びしろもありますからね、岡本選手は注目です。はい、4位は DeNA のソト選手です。ソト選手はねやっぱりねこのアーティスト持ちというところが優秀ですし、まあ、ミートもそこまで低くないんですよ。ミート70乗ってるんで、とても打ちやすいと思います。またね、この守備適性の多さですね、レフト、ライト、セカンド、ファーストというところで守れますし、肩もね、B あるんで、はい、もう普通に守らせてもいいのかなと思いますね。使いやすいと思います。で、あとは超アーティストも先ほど言いました、超アーティスト。あと、広角打法、チャンス。これも先ほどの、岡本選手と同様で、本当に優秀な特殊能力揃ってるので、はい、使いやすい選手だと思いますので、獲得推奨できます。はい、3位は日本ハムの太田泰志選手。称号の、星2の切り込み隊長でトリプル同値を達成できます。B で77でトリプル同値です。で、太田大志選手はライトの守備適性が A です。肩も A ありますし、捕球も B、スローイング C というところで、まあ、全て安定してますね、守備は。で、特殊能力もね、超パワーヒッター、固め打ちチャンス。なので、本当に打撃面でも、守備面でも、非常に貢献度の高い選手だと思いますので、はい、使いやすい選手、トップクラスだと思います。なので、太田大志選手は、本当に獲得推奨できますね。はい、2位は吉田正尚選手です。オリックスバファローズ。
もう毎年当たりですね、この人は。今回はね、ミート83、パワー80というところで、それこそね、まあ、パワー3上げて、ミパ同値にしてもいいんですけど、ミート下げてパワー2上げてもいいし、結構汎用性があるんですよ。なので、ミパ同値 AA の汎用性が非常に素晴らしいので、その点を評価させていただきました。また、超アーティスト、まあ、最強のホームラン称号ですね、これは。まあ、あとはですね、定位置がライトなんですけども、レフトも守備適正 C あるんで、限界突破3で、レフトとライト守らせることできるんですよ。これはすごいと思います。これほどのスラッガー主力選手で、守備面で、他のポジションに移しやすいっていうところはね、本当に使いやすいところかなと思いますね。3位は吉田選手。間違えた。2位は吉田選手です。1位は誰かな？見てみましょう！はい、第1位は鈴木誠也選手です。来ましたね。称号、星2のミスターフルスイングでミパ同値可能です。で、一応ですね、ライト、守備適正 B で肩 A なんで、まあ守備面では吉田正尚選手を上回ります。鈴木誠也選手が守備適正 B になったのは初めてじゃないかな。これ守備適正 B になってめちゃくちゃ強くなったと思いますよ。さらにもともと強かったけど。また、超パワーヒッターチャンスというのも相変わらず強いかなっていうところで、もうね、総合力ではね、この選手、ズバ抜けてるんじゃないかなと思います。でも、僕は、これ以上に獲得をお勧めしたい選手が一人いるんですよ。またね、最強の枠を用意しましたんで、ご覧いただきましょう。レディゴー。はい、王者。今回の獲得野手最推奨は、中日のビシエド選手に決定しました。ビシエド選手はね、この、いくつもの称号で、ミパ同値を狙えるというところもありますし、超広角打表、そしてパワーヒッター、固め打ちと、僕の好きな称号がね、揃っております。非常にバッティングとしてはね、打ちやすい選手ですし、なんといってもね、ファースト守備適正上がったんですよね、確か。B ですよ。なので、本当に野手の、内野手のコンボとしてもね、使えますし、まあ普通に即戦力で、使える。スタメン候補でも使える。と思いますので。まあ、それこそね、ベストナインを獲得する可能性も十分ある選手だと思いますので、今回はね、ビシエド選手を選ばせていただきました。めちゃくちゃ強いと思うんで、皆さんぜひとも、撮ってみてください。というところで、野手獲得を進む球団は、巨人、広島、ヤクルトとさせていただきたいなと思います。この球団もね、結構強いからね、ぜひとも、この球団から取ってみてください。まだね、僕のランキングの方からも取っていただけるといいのかなと思います。参考にしてください。それでは最後ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。